どういうことだ。カブト、お前は暁のスパイのはず。それなのになぜ。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでも。オロチマルの術に落ちたか。いや、違うな。僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ。己の意志でオロチマル様のもとにいる。さて、そろそろ後ろにいる子ネズミ三匹もここへ呼んだらどうなの。全てを見通しってわけか。また君か。幾度か見た顔ね。九尾の子もいるみたいだし、少し遊んであげましょうかね。サスケを返せ。返せはないだろう、ナルト君。彼は自分から望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。男のくせに未練がましいね。ナルト。これが九尾。サスケ君のことが知りたいな。力ずくで私から聞き出してみなさい。できればだけど。人中力らしくなっているじゃない。この状態のナルト君と私のサスケ君、どちらが強いか試しにやらせてみたいわね。てめえのもんじゃねえ。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえってばよ。なかなか面白い遊びになりそうね。Thank you.
はここまでのようね。またいずれ遊んであげるわ。私に何か用かしら。ナルトは？それにサイも見当たらない。サイ、ついに動き出したか。いや、今はそれよりもナルトをあの状態にし続けるのはまずいな。早々に元に戻してあげないと。よし、僕はナルトの様子を見てくる。サクラ、君はこの辺りでサイの捜索をしてくれ。ここまで来ればいいでしょう。サイとやら、あなたの目的を教えてもらいましょうか。僕に命ぜられた極秘任務は、あなたと結託し再びこの葉崩しを起こすこと。そしてその後に新しい木の葉を築く。それが僕の主の目的です。その話、何を根拠に信じればいいの？それはおかげ直轄の暗部、その構成員のリストです。そんな超機密書類まで持ち出してくるとはね。いい、信じてあげましょう。どうも。というわけだから、この子連れて行くわよ、カブト。信じてもいいのですか？嘘だとしても、ただで実験体が手に入ったと思えば安いものでしょう。まあ、そうですね。さあ、引き上げるわよ。やはりな。これで大丈夫なはず。それにしても、あの状態のナルトをよく元に戻せましたね。うん、まあね、それが僕に備わっている力だからね。
僕はオロチマルの実験体だった頃があってね、そこで初代様の細胞を埋め込まれたんだ。ヤマト隊長が初代様の細胞を？初代様は美獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は、今回のようにナルトの力を鎮めることができるんだよ。あれ？ナルト！俺ってば、どうしてここに？よかった。本当によかった。あとは、再会。